キムさん、おはようございます。あ、おはようございます。よろしくお願いしますけど、今回の企画ってまだ説明してなかったですよね。あ、そうなんです、そうなんです。あ、そしたらじゃあちょっと歩きながら、今回ちょっとセルフォードの企画でどういう企画やろうかなって思ったんですけど、極寒の2月のセルフォードチームのファッションチェックを今回はしていきたいかなって思っております。それで大丈夫ですか？はい、大丈夫です。じゃあこっちでファッションチェックしますか？あ、私今日全身クロスクールだったけど、ちょっと休日スタイル風ですよね。確かに。のこのワイドパンツはこの前の秋に発売したばっかりのもので、もしかしたらまだ売ってるかな、もしかしたらセールになってるかなって感じなんですけども、本当に形が良くて、この秋冬すごいヘビーロックしてます。でこのブーツはマルジャラのこの一番ベーシックなブーツ、このアウターに関してはヘルノのダウンです。ダウンはもうヘルノかモンクレーがやっぱり好きなんですけど、中はもうダウンになってるんですよ。なのでめちゃくちゃ暖かくて、これはヘルノにして、バッグはテリーヌのちっちゃいんだけど3個入るところがあるから、結構お仕事の日とかでもいっぱい入るので、お仕事の時にも持つこともある。で寒いからこういうダウンは着てるんですけど、やっぱりファッション業界的にはなるべく春を意識したコーディネートをします。この、ニットなんですけど、花井森さんとのコラボレーション第3弾ということで、もうすぐそれが発売するんですが、その中でも私が一押しのこのニットになってます。ここから見るとバラになってるんだよ、可愛いでしょ。このワイドパンツはすごいハイウエストでスタイルがこうキュッと見えるようなデザインになってるので、まあ、こういうちょっとタイトのニットとかと合わせるとすごくバランスが取れていいかなって思います。レイコさんが爆買い企画で選んだ、あ、そうそれです、それです。それのブラックです。このピアスは春の新作のピアスです。私はやっぱりパールがすごい大好きなので、パールのものをちょっとリアルバイしてます。ちょっとはじめさん寒そうなんで、で鳥肌立ってきたよ。行きましょう行きましょう。みんなにも今回の企画の話はしてないので、はい、今回もドッキリってことなんですけど、ちょっと見つけたメンバーからチェックしていきたいと思います。荷物を置いてこようかなって思います。それから、あ、ちかちゃん、ちかちゃん、おはようございます。え、ちかちゃん派遣しちゃった。あ、じゃあちょっとちかちゃんから行こうかな。一応小さく着てきてってことだけセルフォードのメンバーには言ってるんですけど、さすがですね。でも待って、これはもしや、これ花江森です。あー、すごい。はい、では、はい、まず一人目、ちかちゃん、よろしくお願いします。はいはい、私あんまりこのロイヤルブルーを実は着たことが、ね、新鮮なかったんです。展示会のリリースの撮影の時に着させていただいて、めちゃめちゃ可愛いなと思って、うん、今日はちょっと大胆に着てみました、うん。そう、なんかデザインも洋服のデザインがあったりするんですけど、太いプリーツになってるので、ね、プリーツのこの太さがね、はい、これでそんなにこう甘すぎず着ていただけるのかなと思いました。いい、辛めのブーツを合わせてるので、うん、ちょっとこう甘辛な感じで着てみました。もうすぐ花江森の発売だと思うんだけど、はい、今回の花江森のアイテムの中で一押しってこと？あ、そういうことです。あ、そうなんだ、はい、だからコーディネートで着てくれたんだ。そうなんですよ。軽やかで本当春に1枚にさらっと着たいワンピースだなと思いました。はい、ありがとうございます。いや、2人ともさ、コートの下さ、花江森さんとのコラボレーションのやつ着てない？あ、そうですよ。え、なんでなんでこれ、何、偶然、え、どういうこと？今日の夜、うん、あのお店でちょっと花江森の商品の研修みたいなのがあって、うん、それでちょっと実際に着て、最新から。だから2人ともあのコラボレーションアイテム着てるんだ。そう、早速ファッションチェックしていきましょうか。沼田さんからお願いします。そのワンピースやっぱり可愛いね。シルエットが本当に綺麗なのでおすすめなんですけど、花江森さんのケープ風のワンピースになります。今全部締めてワンピースにしてるんですけど、ボタン全部開くのでハーディーとかとして使っても可愛いかなと思って、うんうんうん、ちょっと春っぽく久しぶりにダークトーンじゃないものをチョイスしてます。この色はね、深川さんにおすすめしてもらったんですよ。あ、そうなの？いつもネイビーだから、まあ、この色がいいんじゃない？色もいいんじゃない？なるほどね。サトルちょっと入れて今すぐ着れる春おすすめワンピース。可愛い。コートは去年のセルフォードのシャギーコート、うん、すっごい愛用してます、うん。バッグは絶賛愛用中のいっぱい物が入るスタイリングです、うんうんうん。沼田さんといえばデカバッグ全部が大きい彼女も大きい持ってる
ウォーターホルダーも大きい。そうなんですか。1リットル？いや、1リットル。すごいです。そう、だから会議とかにこう置いてあると、なんか沼田さんがいなくても、あ、ここ沼田さんの席だなって、それでわかる。すべてが大容量の、うん。じゃあ次は、ほかおちゃん、ファッションチェックお願いします。はい。これすごい可愛いですよね。可愛い。この袖のボリュームの出し方とか、うん、雰囲気とかがすごい可愛くて、うんうん、あとはなんといっても、この、H&M のモノグラムの柄になっているんです。愛知県の美州で日本の生地でオリジナルのジャガードなので、職人さんの手作業でやっているので、すごい手の込んだジャケットになってます。高級感のあるすごい生地なので、実際袖を通した時も軽くてすごい着やすいっていうのがすごい特徴ですね、うん、今日はこの子を主役にコーディネートしたかったっていうのもあって、一番モノグラムが分かりやすいこのカラーにしました。これスカートもあるんだよね。はい、スカートもセットアップでございます。え、でもあえてほかおちゃんはジャケットだけリアルバイしたんだ、はい、そうなんですよ。あ、なるほどね。こういう感じで全身黒でジャケットだけポイント2だったりとかしても着回しが効きやすいなと思って、私はあえてジャケットだけ選びましたね。ジャケットを映えさせるために中はシンプルな黒のタートルネックを着ています。で、スカートがフレーの結構前のシーズンの、ストレッチも効くんですけど軽くて、でオールシーズン着れるので大活躍してます。花井森さんのコレクションが春の新作っていうこともあって、ちょっと春らしさを取り入れるために、足元はアイボリーのブーツで抜いてるような感じです。これもフレイの前のシーズンのものですね。オールブラックで中がシンプルだった分、アクセサリーはコンパクトながらもちょっと何個かつけて持って顔周りを華やかにっていう感じで、セルフォードのイヤカフちゃんは大活躍してます。出勤の時のあのコートはあれどこの、はいはい、あれはエトレ東京さんのやつで、エトレさんもなんだ。友達が働いてて、展示会にお邪魔させてもらった時に、させていただいてっていう感じです。バッグは？バッグの中身紹介の時に使った JW製。え、そうだよね。だから今日もちょっと明るさを入れたかったから、なるほどね。使って感じです。今4人終わったじゃないですか。みんな花絵盛り来てたじゃないですか。新作って言ってるけど、タイミング的に、まあ、もうすぐ発売だからっていうのもあると思うんだけど、なんでちょっと今回の企画普通のファッションチェックにしようと思ってたんだけど、花絵盛りコラボレーション縛りのファッションチェックってことにしようかな。残りのメンバーに、はい、今から花絵盛りのコラボレーションを着てくるように今からちょっと電話してきますね。ありがとうございます。ではちょっと田中に電話してみますね。お疲れ様です。はじめです。ちょっと話したいことがすいません。すいません、後ろからそういうこと、そういうことでした。全て理解してもらいますか。はい、もう理解してきました。YouTube の今回企画だったんですけど、はい、田中さんのファッションチェック今からお願いしてもいいでしょうか。わかりました。お願いします。よろしくお願いします。さすが田中さんは、あの、なんだっけ、この前のさ、ファッションチェックでさ、美容師キャラだったと思うんだけど、今回も引き続き、美容師キャラでやらせていただきます。それリアルバイしたんだね。そうですね。なんか、こうデニムとかカジュアルなものをよく合わせるから相性がいいかなと思って、はい、これ襟だけ出したりとかしても可愛いので、はい、ブラウスにしました。すごい、でも田中さんらしいコーディネートですよね、はい、このデニムはちなみにどこのですか。これはあのミースロエの販売しちゃってる、はい、人気のテーパードのデニムなんですけど、でセルでも出すんですよね。そうそうなんですよ。セルフォードもあの、ね、SS のセカンドで作るんですけど、ね、デニム今作ってるんですよ ね。こういうフリルのものにちょっと合わせやすい綺麗めのデニム、うん、っていう感じで合わせました。今日着てたコート、はい、はどこの、あれはクレイアイディの6、7年前のコートで、うん、寒いって分かったらこれしか着ないって決めてるくらい気に入ってて、うんうん、着丈の長さ、撥水、うん、あったかさが完璧なの。バッグはバッグもフレーです、今日は。ちっちゃい割に物が入るから、うん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 、そう、よく使ってますね。ブーツはブーツミラーです。あ、ブーツはミラー、はい。だから黒のショートブーツもセルフォード売ってるよね。ね、売ってますね。ビデ付きのやつとかね、はい、人気のものがたくさんあります。はい、なのでぜひよろしくお願いします。田中さん、本当にありがとうございました。また出てね。またね。一緒に来てそうだよね。
ごく冷静な企画チームでございます。セルフォーの企画チームは山根さんとひろとさんの推しワイヤー T シャツなんだ。かぶるってすごいね。すごいですね、うん、スタッフ T みたいでしょ。うん、スタッフ T みたい。山根さんの方からコーディネートのチェックしていこうかな。これはあえてここスリットあるから、うん、これだけインして色はラフにしております。うん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 。あとブラックかね、だと思うけど、はい、山根さん的にはホワイトが一番欲しい。ホワイト黒が多いので、うん、ちょっとこれと迷ったんですけど、うんうん、白でシックにモノトーンにしました。キャミ付きです。今私あえて黒を見せてるんですけど、はい、これは白いキャミがもともとついてます。ロゴが透けてることによっていろんな着方ができるよね、この T シャツ。うん、スカートはこれはどこのですか。ピンスロエのホットスカートみたい。靴はミラーで、私はフレ、はい、全部弊社です。ピアスだこれ。よくさ、山根さんがさつけてるさ、あの友達のブランドって、はい、うん、あれです。あ、そうなんだ、はい、リングはロロロロ、これはピアスとなります。うんうん、どう、はい、です。ありがとうございます。じゃあひろたさん、はい、次お願いしたいです。私はひろたと同じ T シャツのオレンジを着ました。ちょっとヴィンテージっぽい場合をわざと出してるから肌なじみがよろしいんですよ。普段オレンジを取り入れない人とかでも取り入れやすいよってことだよね。でスカートも今回、スカートも今回 H&M のジャガードのスカートで、これはハイウエストなので私はインしてポイントだったら合うかな、うん、確かにアウトでもいいぐらいの丈感だし、ここにスリットが入ってることによって、ね、なんか重くなりすぎないっていうかね。オレンジとインディゴ合わせがすごい、キャッチーですよね、うん、今っぽい、すごい。え、ひろとさんも黒のショートブーツじゃない、違う、あ、ロング、あ、ロングなんだ。え、こっちはロング？ミドル。ミドル。違う、なんかね、今日、私もそうだったけど、今日のファッションチェックしてる人、一人以外全員黒のショートブーツだったんだよな、確か。時期の足元は。そう、だからさっきね、田中さんとも喋ってたんだけど、黒のショートブーツって、この時期、ほんといろんなテイストに合わせやすいから、やっぱり選ぶ人多いんだろうねっていう話してたの。じゃあ、山根さんは今日、はい、これ何、ダウン？ダウンコートと合わせてるんだ、これ。はい、ダウン。だって T シャツだもん。そうだよね。私もだからさ、今日はさ、半袖にさ、ダウン着てた。これはエビです。今期の、あ、新作なんだ。ここを取れる、うん、金子彩さんとコラボ。コラボの、あ、そうなんだ。これ着てるよね。めっちゃ高いんですよ。バッグはセルフォードだったよね。はい、バッグセルフォード。うん、うん、最後に落ちちゃった色だよね、これ。世界に一つだけの、はい、お城です、うん、ありがとうございます。で、ひろたさんは、え、これさ、懐かしいね。懐かしいよね、うん、え、いつ2年前ぐらいだっけ。2年前ぐらいかな、うんうんうん、丈が長いとちょっと重くなりそうだったので、ちょっと膝ぐらいの、私の身長にはちょっと短めがいいかなと選びました。首元にこうやって一部こう色を持ってくるって本当に全然違いますね。さすがでございます。バッグは、バッグはセルフォードです、うん、これは商品化しましたよね。しましたよね、うん、黒だね。何でも合わせやすくてすごくおすすめのバッグです。はい、では、急遽ちょっと企画変更になりましたが、セルフォードと花江森の第3弾のコラボレーション、セルフォードの7人の、スタッフによる、ちょっと待って、あ、そんな言わない方がいいね。そうね、はい、では急遽企画変更となりましたが、皆様いかがでしたでしょうか。花江森とセルフォードのコラボレーション第3弾、気になる方はぜひチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。